皆さん、こんにちは。日本語教育コンサルタントの総川です。今回も時事問題を解説していくんですが、今回は文化庁の国語化から国内の日本語教育の概要というものが 出ましたでこれ、まあ、令和、えー、2年度ということになってまして、えっと、去年ですね、はい、令和2年の11月1日現在の統計です、はいで。いくつか最初に注意事項があるんですけども、まずこの統計、これ、えっとし年2021年の、えっと、10月24日に、日本語教育能力検定試験がありますけども、そこには出ないと思います。出るとしたらさらさに1年前の、はい、問題が あ問題というか、あの引用元になると思います。というのは、もうすでにもう問題はできていて、そこから差し替えとか、新たに追加とかっていうのは考えづらいので、勉強されている方は、えっと、令和元年度のですね、文化庁の資料を参考にしていただければと思います。で、次に、ちょっと混同される方が多いんですけれども、各省庁がそれぞれに似たような統計を出してまして、今回お話しするのは、文化庁の 国語化が行った調査です。で、似たものに法務省の,、はい、あの在留外国人の統計が出てるんですけども、それはあの日本語を学習してるかどうかというよりは、在留資格が留学であるとか、はい、あのその他の資格であるっていうふうに、そのビザを出してる、発給してる件数を統計として出してますので、まあ、これも、ね、在留資格留学であれば、 日本語を勉強しているので、あのほぼ重なるとは思うんですけれども、なかなかあのピッタリとは重ならないという状況があります。で、さらにさらにこれジャストですね。日本学生支援機構さんが出しているあの留学生の統計っていうものもありまして、まあこれは全国の大学だったり、まあ短大とかあの教育機関に調査を行ってそれをを集計したものなんですけれども、これも 似ただこれはちょっとタイムラグがあったりですとかあの調査漏れなんかがあったりするのでやっぱりあの他の統計と比べてぴったりとは合わないんですよね。なのでちょっとこの辺注意はしていただきたいと思います。 で内容に入っていくんですけども、1年前の時点と比較して、す、は、べ、い、て統計としては減っています、減少しています。まず、日本語教育機関が1%減、まあ、これは横ばいと言ってもいいかもしれません。で、教師数が約10%減、これは大きな減少ですね。で、さらに、日本語学習者の数が約42%減ということで、まあ、これ、ずっと。 入国が止まってる時期があったりしてましたので、こう、留学ビザから他のビザに切り替わったとか、帰国したとか、まあ、いろんな事情で減ってるんだと思いますで。さらに今年に入ってからずっと入国停止、新規の入国停止が止まってますので、おそらく今回の発表よりも減ってる学習者に関しては減少していると思われます。でそんな中で、 点ちょっと私が危惧しているのが、日本語教師の養成期間の統計も最後の方についてるんですけども、これ、えっと、教員養成の期間、まあ、養成講座ですね。これは増えてるんですね。微増です。ただし、それを担う養成講座の講師が減ってる。で、また希望する受講生の方も減ってるということで、まあ、これはわかるんです。あの、資格取ってもすぐに海外に教えに行けるわけでもなし。 国内でそんなに以前ほど求人が出てるわけでもないので、ただ、ちょっとなんかこれから公認日本語教師に向けて制度設計し直していくに向けて、あのきっちりこの教員要請のところから固めていかないといけないんですけども、ちょっとレッドオーシャン化し始めてるというか、要請講座ばっかり、学校ばっかり増えて、で、教師も離れてるんだけど、あの、まあ、希望者も減ってっていう、なんかこういう歪な構造の 兆しが見えていますので、ちょっと心配しているとともに、今後もちょっとこの番組としても見守っていこうと思っております。では、こういう形で時事問題どんどん解説していきますので、コメントだったりとかもいただければ嬉しいです。今日はこのぐらいで失礼します。アディオ 動画をご覧いただきましてありがとうございます。高評価いただけると嬉しいですし、まだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。それにお仕事をですね、コンサル、セミナー、あと語学のレッスンも喜んでお受けしますので、コメントだったり DM でいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。